誰しも飲まされ潰されるのが分かっている場所には行きたくない。だが僕は好きでなくても必ず行く。出会いには必ず大きな意味があるからだ。その日もこれは絶対死ぬほど飲まされると予感した。僕が一番年下、彼らからするとただのやんちゃな小僧、周りは40から60歳ぐらい、 A 会長は70前ぐらいだったが、溢れ出る覇気が異常だった。さてどうなるかと思いながらも、結局口からこんな言葉が勝手に出ていた。会長が飲めっていう酒は全部飲みます。それを聞いた A 会長がにやりと笑った。そして言葉を続けた。じゃあお前、俺がこの場で店の酒全部開けろって言ったら、それ全部飲むのか。こっちをまっすぐ見据えている。試されているのがわかる。その A 会長にまっすぐ向いて、ゆっくりと答えた。はい。一言死ねと言ってください。全部飲みます。少し沈黙が続いたが、A 会長は急に笑い出し、ガクト、おめえ面白いやつだな。と、僕の肩をポンポン叩きながら、まあ飲め、と笑顔で飲み始めた。この間に、戦術の警視も同席していた。この時が初対面となる。